抵抗力をないというと、どうかな。すごいパワーアップだ。もうすでにスーローやラウダー、時点の俺すら超えているじゃないか、投資。そうかよ、ならおとなしくやられてくれ。それは可愛いもかずかでも無理な存在だな。なんだかな。暇だ。いやぁ、若者から武器を投げられて助かった。返すぞ。マジかよ。いつかでー。待て、あいつは霊体。私のカムイと同じく時間が経てば元に戻る。勢いを止めるわけにはいかない。攻めろ。なあ、無理だと分かってもなおなぜ攻めてくる。今手を引くなら被害は加えない。いいからどうだ。今ここで引くくらいなら死んだ方がマシだクソ野郎。まあ、落ち着け。お前も大事な奴がいるんだろう。お前だけの命ではないんだ。もっと考えろ。今引いたら、もっと大量の人が死ぬ。今ここで死ぬのと、後から死ぬのは大して変わらない。むしろ今引いた方が後悔する。まず、お前のその、心配してるふり、気を使ってるふり、が陰湿で気持ち悪いんだよ。悲しいなぁ、いつもお前には俺の気遣いは届かない。お前みたいな、自転自撮りの最高野郎、に何言われようが響かねえよ。はぁ、どういうつもりだ。必要なエネルギー消費を控えただけさ。それでもお前は俺に追いつけない。目の前に、もう、春日に守護天か。そこそこの盾だな。まさか俺の攻撃をほぼ防ぎ切るとはな。すげえ破壊力だ。桜花の守護天下を模倣してなかったら体中バラバラになってた。昔のあいつは悪魔同士で物理なんてから父の能力、魔法と不可の遠距離が戦った。悪魔の力を手に入れたことで近距離戦も戦えるようになったってことかよ。消えた。内影、後ろだ。さすが霊体、楽じゃないか。こいつらに魔法を使う必要もないな。さっきから十字架の剣を出しているのはあくまである俺への対抗策のつもりか。それなら消費、こんなまがいものなんかで苦しむことはない。はぁ？返すよ。お前たちは誇っていい。お前たちは十分強い。だが、世界にはお前たちよりも強い存在が多く存在する。それだけのことだ。恥じることはない。俺が強すぎるのだ。単純な実力差で負けてるってなんでわからないのかしらね。なぜだ、桜花ちゃん、確かに相手の恩恵は正義と金なのよね。うん、間違いないや。ならなぜ、さっきから何度も何度も恩恵を食らう。まさか、悪意があれば正義じゃないとでも思ってるの。違うな。ああ、どうせどうにもならないこと、ならネタバラシしても問題ないわ。正義ってね、生き物全員が持っているものなの。みんな大好きヒーローも、世界を滅ぼす大魔王も自分が正しいと思って決めた信念がある。正義はね、万物なの。攻撃、守備、愛、会話、決断、努力、その全てを含めて正義なの。人が動くその意味、それこそが正義、言っている、その場に目的を持って動いてる。その段階で全て私の手のひらの中、抗うなど不可能。お前たちが私に勝つことなど不可能。何度も何度も同じように、カムイの立ち波動分雷戦。恩恵。さっきのはこて知らず、本来の威力は、発動したら体内がこっそり陣に爆発する。強すぎる、というより相性が悪すぎる。どうすれば続けに攻撃が届く、どうすれば消費がこっちに傾く。カムイさん、大丈夫ですか？いえ、どんどん復活しても傷が治らなくなってきてるわ。何度も何度も魂に傷がつけば私の人の形を維持できなくなる。維持できなくなった時、その時が私の消滅だと思っておいて。じゃあ私も加勢するよ。それはダメ。あと、おそらくあの恩恵は連続で、しかも複数使えない。でも治癒と正義は別物と考えたら、まだ治癒は行ってはダメ。じゃあどうするの？このままカムイさんが傷を負うの？まだ相手の手の内がはっきりしない以上私が相手の相手をする。ここまで厄介な能力者に会ったのは初めてだ。正義、ずっと私が信じてきたもの。まさかここまで自分の重みになるなんて。どうする？打つ手なし。まだ立つか？ここまでどうしようもない現実を突きつけられてなお。強くなったのがお前だけだと思うなよバカ野郎。ああ、そうだ、俺だってこの半年成長してんだ。おいおい、死んでるくせにまだ成長してんのか、道影。は、幽霊さんバカにすんなよ。カナメ、お前も平和ボケしてなまってねえよな。なんだこいつが、いきなり余裕を見せてきた。平和ボケさせてくれない連中がいたからな、まだまだ援助はさせてくれそうにないぜ。はは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 。感謝よ。まだ、俺に立てつく手段があるのか。
ああ、あるぜ、とっておきだな。ビビんなよ、ダンテ、お前くらい簡単に仕留めてやるよ。刀剣二号。余裕をかましておいてその程度とは滑稽だな。俺の1割も満たないお前たちに何ができる。おやおや、お強いダンテさんは1割も満たない俺の攻撃をまさか見切れなかったとは言わねえよな。小僧、もう無理もるなよ。少し俺の油断をつけたくらいで。なら、今度は俺の攻撃を受け止めてくれよ。こんな近距離で。はは、無理もりすぎて身を滅ぼしたな。当時なんだと、だが終焉のレクイエム。なんだ、この力の波動、悪魔界のものか。どうした、さっきまでよりんな態度だったくせに随分ボロボロになったなダンテさんよ。もう一回ちゃんと悪魔化した方がいいんじゃねえのか。どうし、やしゃまる。この俺があの二人に押されてるだろう。悪魔界で伝え、人の能力を超え、神に近づいたこの俺だ。あってはいけない。この俺がこいつらに押されることなど。ぶっ殺す。だろう、そこまで信じとくならこのままここで死ね。おい、満ち影、お前死ねって言われたぞ。何回死なないといけないんだろうな。さあな、一回死んだら何度死んでも同じようなもんだし、要に行ったんじゃないか。そうなのか、なら俺はまだお前のところには行ったくねえからな。抗うとするか。そうするか。舐めやがって。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。